それでは線形代数に対角化と固有空間ということで解説を始めますまず導入として対角化というのはどういうものかという説明をしていきましょうえ規定2132に関する a イコールマイナス32マイナス4 1の表現行列、まあ、これの定めるシャドウですね ta の表現行列 b というのを考えてみましょう規定行列 p というのは2132を列ベクトルに持つこのような生息行列 で,したでこれに関する生息あの表現行列ということはつまり A でこの P の各列ベクトルを移したときにそれらが P に関してどのような座標を持つかっていうのが B ですからこのように AP=PB イコール P B となるような B ということになります AP は631510とこういうふうになることはすぐ分かりますので63というのは21の3倍です1510は32の5倍ですね ということなので、このように座標が3030 30と座標が0505というふうになることがわかります。ということで、この30と30ですね、それから05と05を並べたもの、これが表現行列ということになるわけですね。でもちろん B は P インバス AP を計算しても出るが、P インバスの計算は不要であることに注意してください。えなぜならば、今の場合、この 63が21の3倍であるということはすぐに分かるので、まあまあ、なると分かっていたとするとですね、座標は一瞬で分かるので、このピンバスを計算する必要は全くないわけですね。はい。ということで、このピンバス AP となるこの B がですね、T のある規定に関する表現行列なわけですが、これが対角行列になるという状況が起こります。で、これをまあ対角化と基本的に言うわけですね。はい。まあ問題はこういう規定をどうやって見つけるかということがまあポイントとなるわけです。 対角化の定義ですけれども、対角行列の復習をまずしておきましょう。まあ、対角行列は今も出てきましたように、対角成分ですね、11成分、22成分、NN 成分までが、まあ、何かこうあって、それ以外は全部0ですね。まあ、この対角成分の中に0があってもいいです。ですから0行列とか1000とかこういうものも全部対角行列ですけれども、まあ、とにかく対角成分以外のところは全部0ということですね。で 対角行列、ザーッとゼロがいっぱいあってですね、無駄が多いので、あの、まあ、紙面のつ都合上、紙面というか、ま、スライドの余白の都合上ですね、ダイヤグという記号を使います。この記号を使います。はい。まあ、ダイヤグという記号が場所を取らないかどうかっていうのもちょっと問題ですけども。はい。で、え、体格化はどういうものかというと、N 次正方行列があったときに B が A の対角化であるというのは CN。えー、これでちょっと注意。 なんですけども一応数ベクトル空間はああ RN とか CN とかあるわけですけれども、まあ、基本的には、ね、CN の中で規定が取れ,ればいい。も、ま、ち、あ、ろん RN の中で取れたらそれでも別にいいんですけどもあのあの一般にはこの CN ですね、えー、複素数ベクトル空間の中で考えたときに、えー、あるその CN 規定に関してこの TAA、まあ、が実行列であろうが複素行列であろうが、まあ、あのいずれの場合も え複素数,数ベクトル空間に地位変化と一応考えてですね、そして、えー、規定に関してその表現行列が対角、こういう対角行列になっているという状況ですね。これをまあ対角化と言いましょうと。で、この規定を並べた規定行列と、まあ、我々呼んでいるこの正則行列 P ですね。まあ、GLNC とか書かれてありますけれども、まあ、これはの正則行列の意味ですが、N 字正方行列、N 字正則正方行列 P があって、B インバース AP が対角行列になると。 こういうふうなあのものをですね、えー、対角化というふうに言うわけですね。はい、一応 GNNK というのは形成数の正則演じ正方行列ということですね。はいでまあ、上のような規定行列 P を特にまあ対角化するのに用いられる行列ということで、まあ、あの対角化行列とここでは仮に呼んでいることにします。まあ,あんまりこういう名前を使っている教科書はあまりないんですけども、あのまあこういう言葉を用意しないとですね、ちょっとあの表現が非常に不便で、 この規定に関して、表現行列を考えると、対角行列になるような行列っていうのはなかったらしいので、もうあの、簡単に対角化行列、対角化するために用いられる行列ということで、対角化行列と呼んでしまうことにします。それでは、対角化の応用例について解説をしていきます。対角化の応用例ということで、要するに対角化がどういうことに使われるかと。この P インバース AP イコール D となるような P を見つけてですね、 で、p マス AP が対角行列 D になると。こういう P を見つけるということですけども、これはどういう時に使われるかと。で、例えば A の M 乗の計算に使われます。A の M 乗っていうのはどういうふうに計算するかというと、これはまあ原理としてはですね、この対角行列の M 乗ですね。これはあの、各成分、対角成分ですね、を M 乗すればよろしいと。例えば2003の100乗は、 2の100乗の3の100乗と、まあ、こういうふうになるので簡単に計算できるので、まあ、これを使いましょうとで P インバース AP が D なあのこの対角行列 D なわけですからこれの M 乗がまあ計算できるわけですけどもこの P インバース AP っていうのは、まあ、M 乗っていうのはこういうふうにこう順番に変えていくとですねこの真ん中のここの部分がですね結合法則から単位行列になって消えていくんですね ということで、この中身が A、A、A だけ残って、ここは A の M 乗が出てくるんですね。ということで、こういう式が出てきます。これが、まあ、この、対角行列の積、A, A, M 乗になるわけですから、A の M 乗について、こういうふうに表すことができますと。はい。ということで、A の M 乗の、まあ、一般項といいますか、あの、円の式ができるわけですね。そうすると、まあ、例えば、その、A っていうのはですね、何かこう、 え水魚列とかですね、こう何かこうある A に対して、何かこうベクトル A1 というベクトル、これベクトルですね、ベクトルがあって、これは A2 になると。1年目の状態は2年目にこうなると。いうふうな、An イコール A の N 乗 A1 とこうかけるような、まあ、等比数列のベクトル版みたいなやつがあったとすると、まあ、それをですね、あのー、極限を考えたりしたいときには、A の N 乗の極限が必要なわけですね。 そうすると、まあ、それを計算できるようにするために、A の N 乗の一般項がないと困るわけですけども、まあ、そういう計算ができると。そういうことになります。まあ、こういう感じですね。はい。まあ、A の、あの、まあ、要するに、まあ、線形連立全化式みたいな感じですね。が解けると。でもう一つは、この行列の指数関数が定義できると。これはなんかちょっと、あの、すぐにこれ、どうい何それみたいな感じになるんで、まあ、これち,ちょっと、あんまり触れないでおきますけども、 まあこういうものができると。まあ、要するに A の N 乗は計算できますから、こういうのができると。こういうことですね。それから他にもまあ応用例があってですね、えーまあ、連立線形微分方程式というのがありますと。まあ、これもあの対角化をすることによって、まあ、要するに関数をその、えっと、数ベクトル空間の規定に応じてです、ね、関数をうまく Y1、Y2 を組み替えて別の Z1、Z2 みたいなのを作ると、まあ、独立の線形微分方程式が出てくるみたいな、そんな感じになるわけですね。 それでまあ解けると。それから、えっと、実対象の行列は実は後であの後半にやりますけども、直行行列っていう、まあ、え確、ー、率ベクトルが互いに直行している、直行規定になっているような、そういう行列によって対角化できると。これは要するにまあ、あの、座標軸の角度とかを変えずに、ぐるぐるっとこう回転したり、けども、そういう変換によって、まあ、あの、対称行列、あの対角行列にできると。 いうことで,すね、で、えっと、これを使うと、例えば分散、共分散行列で、えー、また、あ、変量解析みたいな話で、えー、まあ評価軸みたいなのを決定したりするとかいうようなことができたりとかですね、あるいは二次曲線が分類できると、一般形はこうあるわけですけれども、これはこういうふうに一応書けるので、XY、ABC AB、ABBC、XY って書けるので、この ABC AB を標準化するということは、実最小行列 ABC AB を、この行列、この行列ですね、この行列を、 あの対角行列になるような座標軸に取り替えるとそうするとあの要するに何、えー、か x 字上 -y 字上まあ aab=0 とかですねまあまあ1かなんかそういう感じですねえー、っと、まあ、そうですねそういうか形であの標準化できると、まあ、分類ができるわけですねはいで二次局面の分類これもまああの 同じような感じで二次、二次曲線を分類したように二次曲面の分類ですね、まあ。楕円であるとか、双曲面であるとか、放物面であるとか、そういったものが出てくるわけですね。はい。で、まあ、これはまあ教科書の方に、まあ、絵が描いたんで、またちょっとよかったらあの、ちょっと眺めてみてください。ということで、まあ、あの、対,対角化っていうのはですね、いろんなところで、まあ,あの、理論的にも応用的にも使われるということですね。はい。まあ、統計学から、微分方程式論からですね、えー、まあ、基下的なものから、いろんな応用がありますと。 いうことになりますそれではですねあの対角化じゃあどうやったらできるのかっていう方針だけちょっと簡単に見てみたいと思いますねえ対角化するにはどうすればいいかという問題を考えるとそうするとこの表現行列が対角行列になる規定というのを考えないといけないわけですけども、はいまあ、規定を構成するベクトルっていうのはどういう性質を持っていればいいかっていうことですねでまあ最初の方で例であったようにですね要するに、まあ、規定内番目のベクトルがあったとするとそのベクトルはですね まあこういう表現行列の式を書くとこういうふうになってるわけですよね。ですから、この、I、左辺両辺の大 i 列を比べると avi イコール civi とこういう形になるわけですね。つまり、各ベクトル、各規定の構成しているベクトルは a をかけると、まあ、a, の a の定める斜像によって移すと、まあ、要するにスカラバイになると。胃がまんとまっすぐ伸び,る伸び縮みするだけと。まあ、反対向かもしれませんけども、まあ、そういうふうにしてスカラバイになるだけということで、 AVI イコール CIVI という形になっているということですね。つまり、対角化行列 P の列ベクトルは AV イコール CV。ただし、まあ、規定を構成するベクトルですから、当然0であっては困るので、0ベクトルではないという性質がありますけれども、まあ、AV イコール CV、V0 という条件を満たすということですね。まあ、これがま,あまさしく、えー、こういう値、こういうベクトルの概念。 こういうまあベクトル V のことをこういうベクトル C のことをこういう字と言いましょうあと,いうことで,す、ね、後でまた正式に定義しますけれども、はい、ということで、えー、まあこれが大体その対角化の方針ですねこういう AV=CV を満たすようなベクトル V と C の組みをですね、まあ、たくさん見つけてたくさんというのは、まあ、規定になるぐらい見つけてですねで規定になるだけ十分あればそれを使ってその表現行列を考えれば対角行列になるわけですから それでまあ対角化できるということになるわけです。それではですねあの例題の方をやってみたいと思いますが C2 の規定ですね2334に関する表現行列がこうであるような行列、A、を求めなさいということですね。まあ、こっちょ逆問題ですね対角化しなさいというふうにも対角、えー、化したらこうなった時に元の行列は何ですかということですね。じゃあこれちょっとあの考えてみてください。 はい、それではやってみましょう。まあ、あのこの一応対角行列をこういうふうに D と置いておきますけども、今、あのこの P イコール2334とすると、この求める行列 A っていうのは P インバース AP イコール D となるわけですね。はい、ということで、A は何か言ったら、もちろん PDP インバースですよね。で、まあ、二次行列ですから、まあ、P インバース、これあの計算すればいいんで、まあ、対角化するときはね、あのインバース計算。 したらあかんよと、したらあかんとはまでは言いませんけども、まあ、する必要はないというふうに言いましたけども、それは、まあ、あの A が与えられているときは、AP が、のこの P の確率ベクトルがあのスカラバになっていて座標がすぐ分かるから、あの結果が、表現行列があの分かるという話なわけで、今逆ですから、これはもう計算しなちゃいけないですよね。ということで、これは計算してくださいということで、この P、 インバースをまあ求めて計算するとどうなりますかということで、はい、こういうふうになりますと。ちょっとあの複雑なあの2桁の行列ですけども、まあ、こういう感じになるわけですね。で、まあ、この方法により対角化の問題は作文可能であると書いてありますね。要するにまあ問題を、まあ、例えばこっちが作るときはねな、どうしてるかが痛まりですけど、こういうふうにしてるわけですね。はい 要するに、規定を、まあ、適当に、こう、取ってきて、で、まあ、あのー、まあ、行列式を、まいこと、あの、逆行列が整数で収まるようにですね、まあいうこと、行列式をプラスマス一に取って、で、あのー、PDP インバースを作って、はい、A というのを出して、これ対角化しなさいっていう、まあ、そういう問題だそうですね。はい。で、まあ、この対角化の方法をまあ、これから、まあ、もっと丁寧にやっていくわけですけれども、まあやってみたらですね、このツイッターで、あの、 対角化ボットっていうのがあるんで、まあ、ちょっと探してツイッターやってる人はちょっと探してみてください。で、まあ、そうするとですね、あのーまあ、これ対角化せよみたいな行列だけがポン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 出てきますので、あのーまあ、よかったら、まあ、対角化がちょっとやってみたいっていうふうになったらですね、まあ、問題は自分でこうやって作れるし、あるいはもう自分で作るのは面めんどくさい言いう人は、対角化ボットでやってみたいですね。で答えが当てるかどうかっていうのは、まあ、あの計算してみたらいいの。行列の計算 を正しくやれば当てるかどうかは分かるので、計、まあ、算なんて別に大したことないっていう感じなんで、まあ、やってみてください。はい、それでは例題2ですね。問題は、A= これこれの定める写像の規定、これこれに関する表現行列 X を求めなさいと、こういう問題ですね。はい、これはまあ普通の問題ですね。はい、で、ちょっとやってみてください。 はい。それではやっていきましょう。A23 と A34 の規定 B に関する座標は AB のとき、X は AB となると。これが、まあ、あの表現行列の定義に基づいた、あまあ回、回答の方針ですね。はい。で、A23 は23で、A34 は68と、まあ、これ一瞬で座標がわかりますというやつで、A、23の B に関する座標は当然1、0と。68の B に関する座標は当然0、2ということになりますので、表現行列は1、0、0、2と言いうことですね。はい。 ということで、これで、えー、求まりました。はい、それではもう一つ例題3やってみましょう。えー、っと、今度はちょっとあの複雑な感じですけども、まだ、あの、えー、っと、規定を、こう、対角化行列を求める方法ですね、まだやっていないので、えー、ここでは一応ちょっとですね、あの、ちょっと、あの、一部、成分を文字に置いて、えー、一応、一時的に答えが出るような問題を作ってみました。はい、えー、まあ、これは別に、あの、 もう行列が与えられていれば、こんなことをしなくても、自分でいずれは求められるようになりますけども、ここではちょっとあのヒントとして、こういうふうな状況を満たすように、ABC を、つまり先ほどやりました固有ベクトルみたいになるようにですねえ A、A×P1 は P1 のこうスカラ倍になると。で、P2 倍はあ、あスカラ倍、P3 もスカラバイ全部この3つのベクトルがえスカラ倍になるというふうにしなさいと。 でこの3つのベクトルを見るとですね、並べたらもう明らかにこれランク3ってすぐ分かるんですね。ABC がまあ何でやってもこれランク3ですよね。えっと、とも言えへんかえ。ちょっと分かんないですけどね。まあ一応ランク3になるはずなんですけども、あの、えっと、まあとりあえずこういう状況を満たすように、あの、セットですね。A と α1、B と α2、C と α3。これをまあ求めなさいと。こういう問題ですね。はい。えっと、それではちょっと考えてみてください。 はい、それではやってみましょう。えっと、まず AP1 なんですけども、これを計算するとすぐに分かるように、1列目と2列目の A 倍を足したものですが、こういう感じになりますね。で、これが、あの、α1 倍の P1 になるということは、要するに 3-3A、第三成分ですね。これが0でないとあかんわけですね。ということで、まあ、A が決まっちゃうわけです。で、A が1に決まるとですね、そうするとこの AP1 というのはどうなるかというと、110になるんで、ちゃんと前後にこれ、α1 イコール1で成り立ってるわけですね。 まあこれ、A イコール1にしたところで、あのここに出てくるこの AP 派のこの式がですね、もし230とかやったらこれはあかんわけですけども、まあ、ここはちゃんと、あの、なるように一応作ってあるので、えー、これはまあ、た,たまたま、たまたまっていうかまあ、それ作ってあるんで、まあ、うまいこと言って、α1 が1と分かるんですね。こもう一つ AP2 の方はですね、えー、これこういうふうになりますと。1列目の1倍と2列目の B 倍と3列目のマイナス1倍だっしたらこうなりますと。 ということで、これがですね、α2 の b 倍ということになるということからですね、えー、どうなるかというと、まあ、要するに、あの、これのスカラ倍なんで、えっと、第1成分と第3成分が少なくとも、マイナスの関係ないとあかんから、えー、スカラ倍になるということね、p2 のスカラ倍になる、α2 倍になるということは、そうなるはずやということで、まあ、b コール1としてはですね、まあ、本当はこれ、あの、アルファ い,いです、ね、アルファ2が0でも別に言えることですからね。ということでこの条件から B が決まっちゃうと。で決まっちゃった結果としてこの AP2 の計算はマイナス1マイナス11になってこれ実際ちゃんと P2 のマイナス1倍になってますよね。ということでアルファ2はマイナス1ということで求まりますと。で AP3 の方もですね、えっと、これ 2+2C が0という条件があるのでこれから C がマイナス1求まって。 まあ結果として AP3 は 02C2 な、02-2になるんで、えー、こちらの2倍になってます。ということで、はい。全部これであの計算ができましたので、決まりましたので、ABC と α1、α2、α3 が決まったので、はい。で、まあ P が正則であることは、これに実際に並べて変えてみると、ここでまあ、正則なのはわかるということで、この P インバース AP は P を規定行列とする TA の表現行列になるということで、はい。 結果はこのような対角行列になりますとそれでは固有値固有ベクトルの定義をしていきましょう固有値固有ベクトルというのは正方行列 A に対して AV=CV となるようなベクトル V0 でないベクトル V ですねとそれからスカラー C が存在するときに C を A の固有値 V を固有値 C に対する固有ベクトルと といいう,うに言いますで対角化の方針としてですね A の固有値固有ベクトルを全て見つけて、まあ、全てって固有、まあ、ベクトルっていうのは実は1個固有ベクトルだったらそれをまあスカラ倍したものも固有ベクトルになるわけですね、まあ、それは簡単にわかるわけですけどもですからまあ全てとていうのはまあその一時独立なものをまあ全て組として見つけてそして固有ベクトルで規定を作るということですね。 まあ、規定を作るためにはその A の次数分の次元の個数の規定あのベクトルが、う,うベクトルが必要ですけれども、まあ、とにかくそういうのをもし作れたとすると、表現行列は対角行列になるので、対角化ができるということになるわけですね。はい、ということで、こう,いう,値こういうベクトルというものを、まあ、このように定義して、これをまあこれからあの探して、求める方法を学んで、そしてそれをそれから、まあ 規定を作って、そのき規定を並べた行列、規定行列によって対角化しようと、こういうことですね。で例えば2 3 0ロという行列は10にかけるとですね、これ20になるわけですね。まあ、1列目ですから20出てできて、20は10に2倍ですから、これは当然こういうベクトルということになります。はい、それからですね、√3-11√3 という行列なんですけども、 これはですね、1プラスマイナス i、1i とか1マイナス i をこういうベクトルに持っています。実際かけてやるとですね、これ、プラス i の方でやると、ルート3引く i と1、1たすルート 3i なんですけども、これ、ルート3マイナス i かける 1i になってるんですね。こっちの方がいいですね、ルート3引く i かける1でこうですね。で、i の方をかけるとですね、ルート 3i マイナス i の事情ですから1、1プラスルート 3i とこうなってんですね。 ということで、これはあのまあマイナスの方はこ,れここはプラスマイナスになるだけなんで、こういうふうになって、この,この実,実行列ですね、これ実数成分の行列なんですけれども、こういうベクトルはこれ複素数でしか実は取れないんですけど、これは詳しくは取れないんですけども、こういう複素数ベクトルで、こういう一複素数でこういうベクトルになっているということがまあ,あります。 まあそれではですね、固有値、固有ベクトルの例題をちょっと簡単にやってみたいと思いますが、次の行列 ABC の固有ベクトルとなっているものを下から選びなさいと。でそしてその固有値ですね、その固有ベクトルの固有値というのはこう決まるわけですね。当然、固有ベクトルがあると A にそれをかけたらそのベクトル何倍かになるわけで、その何倍かというのは必ず一つ決まるわけですよね。ということでその固有値を答えなさいと。まあ、こういう問題ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 はい、えそれではやっていきましょう、えっと、各行列と各ベクトルをかけて固有ううベクトルになっているかどうかを確かめていこうということですねと、まあ、これあの書いてないですけども実は各行列に対して固有ううベクトル一旦になったら他の行列の固有ううベクトルにはなってないはずなんですけども、えー、なってるかもしれないですけどね、はい、ということで、まあ、一応全部確かめると、まあ、15通りの計算をしなきゃいわけないけどまあ大したことないのでやってみましょうまず AV1 はダメですと で、AV1 はマイナス3、マイナス5でこれ違いますよねと。で、AV2 はですね、12かけるとですね、えー、これマイナス7たす8とマイナス12たす14で、12なんですね。つまり同じものが出てくる。同じものが出てくるということで要するにこういう値、1のこういうベクトルということになります。で、それ以外にあるかというとですね、えー、っと、21もあかんし、それから21かけるとマイナス14たす4で、マイナス10で、えー マイナス24のマイナス17です。これダメですよね。2、3をかけてもこれダメなんです。マイナス14と12でマイナス2のマイナス24の、あ、いけるのか。あ、これはいけるね。すみまこれはいけると。え、だから、V4 もいけるわけですね。で、3にはいけない。いけないです。マイナス21たす8でマイナス13ですね。で、マイナス36たす14でマイナス25、ダメですね。 ということで、えー、この V2 と V4 がこういうベクトルになっていることがわかります。で、えー、っと、こうですね、AV4 イコールマイナス2マイナス3とこうなってこういう1マイナス1のこういうベクトルということで、はい。まあ、A についてはこの V2 と V42 つこういうベクトルがありました。ということですね。はい。B に関してはですね、えー、V3 がこういうベクトルになることがまずわかります。 1,1がダメなのはかけたら、まあ、マイナス、あと4の3ですから、これダメとわかるし、1,2をかけてもですね、10と8になって、これダメとわかるんですね。ということで、V3 はまず、小1、1の固有ベクトルになってますと。マイナス4足す6は2、マイナス4足す5は1となってますね。それからもう一つあってですね、V5、3,2がそうなってますね。3,2はマイナス6足す12で6、それからマイナス6足す10で4ということで6、6,4ですから、これ3、3,2の2倍になってますと。だから、小1、2の固有ベクトルですね。 はい、で、まあ、V4 がダメだったと。で、C に関しては、えっと、V1 だけですね、これ、V1 が00になりますと。ということで、小1、0のこういうベクトルで、えー、まあこの C に関しては、えっと、小1、0のこういうベクトルが1個、V1 あるんですね。で、えっと、ここで、0ベクトルあかんかったんちゃうのというふうにまあ思うかもしれませんけれども、これ0ベクトルは、かけた結果、0ベクトルになったんで、V1 自身は0ベクトルではないベクトルなんで、これは OK なんですね。 この場合は単にこういう値が0ですよと。こういうことになるわけなんで、こういう値0のこういうベクトル。0でないベクトル。V1 というのがあると。こういうことになります。はい。ということで、まあ、0ベクトルはこういうベクトルにならないが、こういう値は0でももちろん構わないということですね。はい。あの、これちゃんと、えっと、なんで0ベクトルであったらあかんか、言うたら、規定を作らなあかんか。それを作らなあかんということから考えれば、まあ、自然に0ベクトルでやってはいけないってわかりますよね。 こういう1、0はあり得るっていうのは、まあ、あのこういう、えっと、ランク1の行列なんかでは必ずかけてゼロになる、ゼロゼロになるやつがありますから、それは結局こういうを持つということと等しいわけですけれども、まあ、これ、後々こういう1、こういうベクトルどうやって求め,求めるかっていう話のヒントになってるわけですけどもね。はい、ということでこういう1、こういうベクトルの定義の確認の問題でした。 はい、それでは、固有方程式の定義をしていきましょう。えっと、A は N1 正方行列としておきます。はい、係数はまあ実数でも複数数でもいいんですけども、固有値の条件は何だったかというと、C が固有値であるというのは、なんかある0でないベクトル V があって、AV イコール CV となると。こういうことですね。はいまあ、そういう V が存在しないといけないわけですね。はい、であのよく考えるとですね、この固有値固有ベクトルを求めるという問題は、 AV=CV という一つの式なんですけども、未知数はスカラー、固有値、スカラーですね。からベクトル V2 つあるんですね。これは一つの式でこの2つ分からんものがあったら解けへんちゃうのと思うかもしれませんけども、これはできるんですね。はい。で、それはどうしてかっていうとですね、固有値と固有ベクトルを求める2つ未知なものがあるんですけども、まあ、どっちを先求めるかということによって、まあ、か話が分かってくるわけですけども、これは固有値を求めるんですね。 こういう位でどういうふうにするかというと、ポイントはです、ね、この AV=CV という式をです、ね、こういうふうに書き換えてみます。A-C 倍の単位行列の V ということですね。えー、CV というのは c かける単位行列というふうに書けますから、A-CEN の V=0 イコール0というふうになります。で、この A-CENV=0、えー、イコールという方程式が0でない解 V を持つということですから、 はい、これはどういうことかというと政治連立一方程式 a c e n v 0が非自明な解を持つという条件を C が満たしていればいいわけですそうすると必ず0でないベクトル V が存在するということが言えますからねでここでえっとおさらいしておくと正方行列に対してこの BX=0 が非自明解を持つということと B の行列式が0であるということが必要十分条件ですね えなぜならば、行列式が0でなければ、正則ですので、V は、なるほど、X は0ですね。X は0になってしまいます。で、また、行列式が0であれば、ランクが落ちてるということですから、やっぱ、りひじ明解を持つということなんで、結局、行列式が0でないか、0であるか、どっちかなんで、えー、同値ということになります。はい。で、固有値の条件をこれで言い換えると、固有値の条件2として、C が固有値ということは、結局、この、 A-CEN という行列の行列式が0であるというふうに言うことができますと。ということで、この A-CEN の C のところを X に置き換えた A-XEN と言いたいところなんですけども、まあ、ちょっとあの初版の都合でもちろん、えっと、A-XEN とやっている教科書もあるんですけども、ここではですね、ひっくり返して XEN-A の行列式を、まあ、これ展開するとあの、展開した式を考えてみると分かるように、 x の多項式になるわけですねですからこれをまあ固有多項式と A の固有多項式というふうに言って、まあ、ここではですね F の下付き A のラージ a の括弧 X というふうに表すことにします。はい、ということで、えっとこのまあ、ひっくり返しても符号がこれあの行列式はあのマイナス中身がマイナスになっているだけなんでマイナス1の n 乗倍されるだけなんで0かどうかということに影響がないので 固有値は方程式 FAX イコール0。こういう多項式イコール0という方程式ですね。これはまあこういう方程式と言いますけれども、こういう方程式の解であるというふうに言うことができます。ということで、検案の固有値、固有ベクトルをどうやって求めるにゃという話はですね、この固有値をこういうベクトルが、固有ベクトル、こういうロでないベクトルが解を持つという条件をその行列式に言い換えることによって、こういう方程式というものはこういう多項式というのが出てきて、 それで、えー、求めることができると。こういうことになりますね。と、はいうことで、れでまあ必要十分でやっていますから、結局、こういう値はこの方程式の解以外にはないわけですね。はい、これ以外の解は全、すべて a-cn があ行列式が0でないということになりますから、正則になっちゃうんで、必ずあのこ,れこれを満たさない c に対しては、av=cv からは、v=0 と必ずなってしまうわけですから、こういう値はこの方程式の解以外には絶対ないわけですね。 で、例として、例えば、例題一で出てきた行列なんですけれども、これは、こういう位がマイナス1、1ということはわかりますと。ま、あ実際これ解いてみるとですね、えー、xe っていうのは x00x なんですけれども、これからこれを引くとですね、えっ、ー、と、符号が変わるのを注意してですね、x 引くマイナス7で、x たス7で、マイナス4、マイナスマイナス12 x、x マイナス7ということで、これを計算すると x 以、x 上引く1なんですね。はい。ってうことは、まあ、ま、回、こういう位置は1とマイナス1と。 いう,ふうに分かるわけですということで、対角化の第一歩である高う高値、ベクトルを求めるという問題ですね。のうち、まうい値を先に求めるという方針と、こういう方程式、こういう多項式というのが、まあまあ、定義されたので、まあ、これを使えば、とりあえずこうい値は求まりそうだということになりました、はい。で、えっと、先ほどもちょっと言ったようにね、a-xen の z 行列式のことを、まあ、こういう多項式と呼ぶ、まあ、流儀もありますけれども、マイナス1の n 乗倍なので、所詮はね、 あの方程式として考えるときには別にあの不都合もないということで、えっと、これ、この xe-a の方でやるとですね、この符号、ひっくり返すときに符号をひっくり返し忘れる人もまあいるんで、ちょっと自分が不注意やな思う人は、あの、こっちの、あの、えっと、a-xen の方ですね、だからこの行列そのまま書いといて、対角成分のところだけ引く x をくっつけるという、あの、方式にした方が、まあ、無難かもしれません。 ただ、この授業で、この講義で説明するときは、ちょっと逆になるんで、符号が逆になったりするんで、2時とか4時のときは大丈夫ですけど、3時はよく出てきますけども、3時のときは符号がマイナスになりますんで、それだけちょっと注意してくださいということですね。で、えっと、ちなみにこのこういう多項式は、3時多項式、N 字多項式になるということはまあすぐわかるんですけども、そうするとですね、結局、解は3時多項,式だ多項式だったらですね、3時と限らないですね、N g 多項式だったらですね、解はちょうど、 まあ、重複も含めて、3次だったら、112と,とか、123とか、マイナス101とか、まあ、そういうふうに3つあるわけですね。三次、三次式、あの、1次式の3つの席に分解しますからね。で、複素数で考えれば、必ず解もちますと。まあ、ここで、あの、出す問題、対角性御とか、対角がポートとかにある問題は、まあ、こういう値が実際にこの方程式解いて解けるような問題しかないんで、いいんですけども、まあ、一般にデタラメな行列持ってきたらですね、まあ、それは、あの、こういう多項式は、 解は持つんですけどもそのきちっとあのね綺麗な感じで書ける、まあ、少なくともルートを使ったら書けるとかそういうレベルかどうかすらも分からないんであのでそれはねあのちょっと一般には言えないんですけど、まあ、あることはあるんですね必ずある、まあ、具体的に綺麗な式で書けるかどうかは別としてあることはあるということなんで、えーまあ、とりあえずこういう値は重複を含めて重複も数えて、えー、A のサイズ分ありますということになります。 それでは、こういう方程式の例題をやってみましょう。次の各行列の固有値を求めようということで、こういう方程式を学びましたので、こういう方程式を使ってですね、こういう値を求めるという問題をやっていきましょう。はい。それでは、とりあえずこの3つの行列ですね、についてやってみてください。 ははいそれではやっていきましょう1番ですけれども、かまあ、各行列を A としてこの Fx を計算するんですけども、まず1番ですね。1番は、これ x、x、x-7、プラス12ということで、x-3、x-4 と因数分解できますということで、これはこういう値が2つあって、3、4度 2, 2つであるということですね。こういう値として使う記号として、まあ、さっきまで C 使ったんですけども、まあ、一般によくこラムダという記号が使われます。 ですので、えー、まあ、こうはだいたい以降ね、えー、ラムダという記号をよく使いますけれども、それから2はですね、FLargeAX っていうのは、X 字を引く 5X プラス6になりますということですね。はい。これ、えっと、見るとですね、あの、複素数なんですけども、こういう方程式を書くとですね、これ、えっと、X 字を引く 5X プラス6になるんですね。はい。で、まあ、複素行列というのは、こういう値が実数にはなりうるわけですね。なんですけども、まあ、 その実数を使ってこういうベクトルを求めようとすると、まあ、行列が複素数ですから、まあ、当然あの複素数の範囲で考えないといけないわけですけども、まあ、とりあえずこういう値が実数になることはありますといます、ね。まあ、もちろん複素数になることもありますし、実数の場合ではあの複素数になることがあるかというと、まあ、それはまた後で出てきますけども。はいでまあ、3番はですね、えー、っとこれはあの非常に簡単でですね、これ三角行列ですね。上三角行列ですね。まあ、下三角でも上三角でも一緒ですけども、 三角行列のこういう多項式いうのはもう対角成分がそのまんま x'2x'3x'4 みたいにこう出てくるわけですね、まあ、それは何でか言うたら要するに行列式を計算するときに対角成分を全部かけるとまあまあ,あの実際に計算するの x'2-1,0,0x'3-1,0,0x'4 ですけどもここが0であるということ、まあ、三角行列であるということはあの、まあ、要するに xen っていって 対角行列からこれ引い,てます引いてますから三角行列引いても三角行列なのでこの三角行列の行列式って要するに対角成分全部かけたものになる,けになるわけですねですねあのここをこの列からこれとかこれとかを選ぶと、まあ、結局ゼロになってしまうのでこの列からこれしか選べないとその次の列からはここは選べないんでここがここなんだけど三角行列ここ選ぶとゼロになるからここしか選べないということで え、ま、エヌジー正方形列の場合、一般にですね、あの三角行列の、まあ、あの、e、XE-A っていうやつの EN、EN-A っていうやつの行列式、A が三角行列やと対角成分を全部かけるっていうことになるわけですよね。ということで、ま、因数分解はもう最初からできた形になって、しかも、こういう値がこの対角成分全部であるということがわかるんですね。ですから、例えば、2、2、3、3、4というふうになったとすると、これの、 こういう位置は2が20回で3が20回で4が1個とか、まあ、そういうことはすぐ一発で分かってしまうということになります。ということでまあ一般に三角行列のこういう位置は対角成分であることは分かるのでまあ,あのこういう多項式を計算する手間がまあいらないというふうになります。はいまあ、以降ねあの三角行列だからこういう位置は対角成分でありっていうふうに書いてもらっても全然もし何か問題あってもねあのこういう多項式を計算せずに、まあ、それが分かっていればね理屈として分かっていれば全然いい。 飛ばしてもらっでですのということで、まあ、まずはちょっとウォーミングアップの問題でしたはいそれでは例題2ですね、えー、問題は次の各行列の小位置を求めようということで似たようなやつなんですけども1番の方はこれ y 分のシータの x っていう直線のおに関する対称移動の実はあの直線に関する対称移動の行列になってますねで2番の方はこれ回転行列シーー回転ですね はい、じゃあこれの小石どうなんでしょうか図形的な意味をちょっと考えながらですねあのちょっとやってみてくださいはいそれでは解説していきましょう1番ですけども方程式は、えっと、まず fx ですね方程,式は方程式は多項式はこういうふうになりますね x, 次乗 x の係数が消えるんですね ますはい x の係数が0になりますので、x 乗、まあ、マイナス、あプラスあスプラの行列式なんですけども、行列式が乗マイナスコサイン c シータマイナスサイ sin2θ ですから、x2 乗 -1 になるんですね。はいということで、これは、あの固有値が1とマイナス1ということになります。こういう値ラウンドはマイナス1と1であると。で、これ実はですね、的に 考えてみましょう、言いましたけども、まあ、これは原点を取る直線 L、まあ、単純と2分のシータを傾きとする直線 L に関する対称移動なんですけども、この対称移動ということはですね、えー、L の方向ベクトルは、要するにそのまま動かないわけですね。L の方向ですから、方向向いてますかね、こ,れこうよいしょ、L としたら、この方向はこの方そのままとで。こっち方向、垂直なこの方線ベクトルは反対向きに向くと。 でこれ反対向けに行くということはこれ要するにマイナス1倍されるわけで,でそのままということは1倍なのでまあこういう値1とマイナス1があるということは基下的にわかるんですね実はねは。いということでえっとまあこういう値1マイナス1を持つということがまあ計算上もわかるし基下的にも一応わかるということですね。 で、今度は2番なんですけども、2番はですね、えっと、今度はあの、x の項が出てきまして、x 乗マイナス2倍の cosθx プラス1と、これ、cosθ 一応、cosθ の x ですね。というふうになりますと。で、えっと、強烈式はあの、cos2 乗 θ、たす sin2 乗 θ で1になるわけなんで、えー、こういうふうになるわけですね。で、これなんですけども、解は、この方程式イコールゼロの解は何かというと、 コサインシータープラスマイナスアイサインシーターと、まあ要するに E のプラスマイナスアイシーターですね。というふうになっちゃうんですね。で、これがまあこういう値なんです。複素数ですね。で、これ、幾何的に考えるとですね、これ、あのシーター回転を表す行列なんですね。で、実数の世界で考えると、よく考えると、実数の世界で回転するということは、あるベクトルがそのあのあ回転することによって、そのベクトルの定数倍になるということは、まあ、あのシーターがあの ととかパイとかあの,パイの整数倍でないい限りななわけですね、はい、なのであの、まあ、こう実際 θ が0とか整数倍っここが消えますから小1、まあ、実数になるんですけども、まあ、それ以外はですね小1はまあ複素数,数でしかありえないわけですね、はい、どう頑張ったって実数の世界ではです、ね、この回転することによってあるベクトルがそのスカラ倍になるということは起こらないですよね はい、ということなんで、まあ、このこういう位置が結局複数の世界で考えればこういう位置がちゃんとこういう位置こういうベクトルがあるという、まあ、典型的な例になっているわけですはいそれでは、えー、ウレーダー3いってみましょう次の各行列のこういう位置を求めようと、まあ、これはまあ単純にですね、まあ、計算してくださいという問題で、えー、3次の行列式の計算、あのー、サラスの式使ってもいいんですけども、まあ、サラスの式を使うとまあ間違いやすいし面倒くさいので できれば、ちょっとこうして基本変形を使ってゼロを作るという方法で、あの、あのまあ、行列式の4指展開を使って、できるだけ簡単に計算するということでやってみてください。はい、それでやっていきましょう。えっと、Fx、もうあの記号は説明しませんけど、Fx はどうなるかというと、まずこうですね。はい。 えっと符号をまあ変えるのをちょっと忘れずにやるとこういうふうになりますね。でそうするとこれはあの、えっと、これ列2列目の2倍をこう足すとここ0になりますのでこれ足してます。2 x く6足す8で、2x 足す2でマイナス4足すと x 足す1とで。ここに注目するとですね、これ x 足す1、2x 足す2ですから、これ x 足す1で実はくくれるんですね、くくれる。はい、ということで x、x 足す1倍のここ0、2、1なんですけども。 さらにこうやってからマイナス2倍してやってます。そうするとこういう風になりますと。実際これマイナス2の、マイナス2倍ですから4足して x 足す1ですね。4の2倍を引くからマイナス2とこういう感じになってます。そうするとこの第3列に関して41点かするとここの部分の行列式が出てきますから、これからえっとこういうふうに x 足す1の x 事乗を引く x、x 引く2足す2ということになって、ここの部分の行列式は x 次乗引く 2x 引く2引く 2, -2 で足す2で消えてこうなるということで、はい、あ、ごめんなさい、えっと、引く x ですね。x 次乗引く x ということで、こういう値は0マイナス1 1の3つであるということが分かりますと。それから2番ですけども、2番の方はこういうふうになりますと。ですね。符、え、号、ー、ちゃんとお変えるの忘れずに、えー、式書くとこういうふうになりますと。 で、これをまあ計算していくわけですね。これはまあ2行目を3行目からこう引くというふうにしているわけですけどね。そうするとこうなってますね。で、これを、えっと、えー、っとこれね、こう3行目見るとですね、X 足す1くくれますね。そうすると三くくれるんで、くくった後でさらにこれをこう足してやると。まあ、くくるまでもいいですけども、足してやるとここが0になりますんで、001ということで、はい、この、あ、ここはちょっと消えてますね。えー、これくっついてたので、ね、マイナス4口ですね。 はい、えー。マイナス2、マイナス4、こうですね。で、この一に関して、この第産行に関して、4にし展開すると、ここの部分が出てきて、はい。ということで、えー、っと、この x サスたすマイナス2、こう出てきて、これを計算すると、x 足す1の2乗の x-1 というふうになりますと。ということで、これは、重複、重複度を持つ解マイナス1と、それから1と。マイナス1はここ10回ですね。えー、20回になっています。 でこういう値のラムダのこの重複度、こういう方程式の解としてのこの重複度ですね。えー、今の場合、このマイナス1が20回になって2という、この2という数字を重複度を m ラムダと書いて、こういう値の重複度というふうに言います。はい。で、ですからこの場合は m のマイナス1、マイナス1の重複度、マイナス、m、1、1は2と。で、まあ、m1 はもちろんこれは1と言いますね。ですから、まあ、えー、重複はなく なければこの M ラムダは1で、重複があれば、その重複、方程式の解としての重複度を、高う1ラムダの重複度と言いますということですね。はい。でもちろんこの重複度を全部足すとですね、あのー、この行列のサイズに一致するということはまあ分かるわけです。まあ、これ要するにこの行列式の計算がですね、まあ、これ後でこういうあの多項式の性質としてもう一回確認しますけども、 まあ実はこれ3次行列やったらこうあのこう3次の多項式になりますね N 次だったら N 次の行列式になりますので、あ多項式になりますので、そうすると、おまあ、方程式は、あこういう重複度を含めて解としては、N、ちょうど N 個を持つということなので、この M ラムダを全部足すと N になると、す、ま、べ、あ、ての M ラムダ1だったら、つまり全部バラバラの解だったら当然この N 個の解ということですけども、いずれにしろこの M ラムダを全部足すと N になるということがわかりますと。 それでは固有空間について解説します。A を正方行列、N G 正方行列としておきます。一応複素数係数ケースでも構わないということで、まあ、もちろん実数でもいいわけですけれども、ラムダがこの A の固有値であるということはどういうことだったかというと、まあ、ある0でないベクトル V があって、AV= ラムダ V となるということで、これは言い換えると、まあ、A- ラムダ EN という係数行列を持つ、 まあ、政治連立一時方程式ですね。これが0でない解を持つと。で、V ラムダをですね、えー、このように N 次元数ベクトル X であって、A'En×X が0となると、こういう集合とします。つまりこれは、A、A'En を係数行列とする政治連立一時方程式の解空間ということになります。で、ラムダが A の固有値であるということは、 この V ラムダが0でない解を持つということですから、V ラムダというか、この方程式が0でない解を持つということですから、V ラムダが0空間、自明な0だけの空間ではないということと同値ということになります。で、これはランクが落ちていると、ランクが n より小さいということと同値で、従って行列式、xen-a の行列式が0という方程式の解であるということと同値と言えたわけですね。 でこの方程式を、この式を、まあ行列式をこういう多項式といって、この方程式をこういう方程式というふうに呼んだわけでした。で、ラムダが固有値のとき、この V ラムダのことを固有空間というふうに言います。したがって固有空間という場合には、この V ラムダは必ず0でない空間で、0以外のベクトルを含むということになりますが、まあ、一般に固有ベクトルを求めるというときはですね、結局この固有空間の規定を求めればよいということになります。はい。 ということで、0、まあ、でないベクトルを含んでいるわけですが、その0でないベクトルこそが、まあ、こういうベクトルというわけですね。でラムダが高ういうでなければ、この V ラムダは0だけの空間ということになります。つまり、ラムダが高1ということと、V ラムダがノンゼロということは同値ということですね。これ先ほども出てきましたけども。はい、ということで、えー、正方行列 A の固有値全体の集合を以降です、ね、ラムダ A というふうに書くことにします。でこのラムダ A は、 あるいはラムダかっこ A は要の A の次数 N ですね、N 以下であると、個数は。ということで,ねはい、で、すねで等しいのはですね、あのと要するにすべての解が重解を持たないということになります。<music> それでは、こういう空間の例題やっていきましょう。こういう行列、これこれのこういう空間の規定を求めよまた、すべてのこういう空間の和空間の次元を求めよう。A の対角化について考察せよということですね。はいでまあ、考察せよというのはこれ何かというと、対角化行列 P と P インバース AP イコール D となる P と、それからそのイコール D の D ですね、の組で答えなさいと。こういうことですね。はい。それでは、ちょっと考えてみてくださいで。ちなみにですね、この行列は前にありました 固有方程式の例題3の1番の行列と同じですので、まあ、計算をが残っている人はその計算を使って固有値をそのままあ使ってもらって固有値の求めるところはもうそれを使ってもらったらいいかと思いますはいそれでは解説していきます、えっと、固有値は01-1の3つであると、まあ、以前出てきた例題3でや,やりました えー、V0 ですね、こいつ0の固有空間はあこの行列、えー、この行列じゃないな、えーっと、A から A そのものですね、A そのものを飛躍階段行列にすればいいので、こういうふうになりますと。結局これランク2ですので、えー、この回空間、固有空間の次元は1であって、規定として1、2、0が取れると。いいですか。はい、ここで、あのー、注意ですけど、 よくこういう状態だとですね、1規定が120と001が取れるとこう書いてしまう人がいます。さあ、皆さんの中にそういう人いませんでしたかはい、あのー。ランク2ですから、こういう空間の次元1なので、当然、規定は1個のベクトルからなるわけですけども、でこう次元は1なんだけど、規定をこう書くっていう人はね、これ、意外と多いんですね。 はい、ですから、あのーまあ、ちょっと勘違いしてしまうんだと思いますけど、この001っていうことは、z イコール0ですから、ここは絶対0で、この1は絶対ないわけですね。まあ、A にこれかけてみれば分かりますけども、あのそういう計算する時間がなかったりすると、これ、こういうの書いちゃう人がいるんで、まあ、気をつけてください。はい、同様に v もです、ね、V1、え、を、ー、基本変形すると、このようにランク2になって、えー、ディベンジョン V1 は1になって、えー、規定としてマイナス1、1、1が取れると。で v、の方もです、ね、こういういになって でが取れるであの当然、まあ、注意ですけどこのベクトルたちが実際この AA と掛けることによって例えばこのス1 1 1ですね掛けることによって、まあ、この1列目のス1倍とこれとこれ足すわけですけどもちょっとマイナス1の、えっと、1の、えー、41ですねというふうになってちゃんとこれの1倍になっているということを、まあ、確かめてくださいね、はいまあ、それぐらいはすぐあの確かめられると思いますので、まあ、必ず確かめると。 いうことですね、はい、でこの3つのベクトルですね、この3つのベクトル、これ一次独立になっていまして、えー、この3つのベクトルを合わせたものを考えると、まあ、ランク P が3であるということで、1、ま、次、あ、独立と分かるわけですね。はいまあ、これはあ後でやりますけども、一般論でこの違う高位値に対する高位ベクトル一1次独立ということをまあ確認すると、まあ、P がランク3であることは別に計算しなくても分かるんですけども、まあ、今一応仮に計算したとしても、ランク P が3であるということは分かると。 いうこ,とでこの V0 と V-1 と V1 の和空間の次元は当然この3つのベクトルで生成されるわけですけれどもその次元は3であるということでこれは要するに1次元1次元1次元の3次元で直和になっているということですねはい、で、えっと、あ先ほど言ったように異なる固有値に対する固有ベクトルは一次独立ということから固有空間の和は実は直和になるんですね直和になるとはい、で、P インバース AP がどうなるかというとこれ固有値0のベクトルを 1> 1, 2, 1列目こういう一1のベクトルを2列目こういうス 1, -1 のベクトルを3列目に置きましたから当然この対角化 P インバス AP っていうのはこういうふうに01-1ですねですから仮にもし P を021120-11とこういうふうに置いたとすると P インバス AP はどうなりますかはい021はこういうス 1, -1 で120はこういうゼ0で1-11はこういう一 1, 1ですからこういう ダイヤグのマイナス101とこういう行列になるんですね。ということで、えー、再三述べているようにピンバースを計算する必要は全くないということですね。はい。あの、まあ、あピンバースを計算して、まあ、悪いことはないですね。あの、えっと、試験時間が30分はまってるから、することないからっていう時に別に計算するのは別に構わないんですけども、あの、検算としては全く意味がないので、 ただ単にピンバースの計算を間違えてあの焦るだけなので <laughs>、えー、それはもう経験上分かっていることなので、まああのピンバースを計算する必要は、まあ、ありません、まあ、よほどピンバースの計算する自信があって、えー、時間が余ってる人は、まあ、もちろんやってもいいですけども、えー、理論的にそのどちらかというとこ,のこういうベクトルであるということをきちっと確かめるということをやった方が、えー、間違いないということですねはいそれではこういう空間の例題に 問題は行列 A これこれのこういう空間の規定を求めようまたこういう空間の和空間の次元を求めよう A の対角化について考察せよということでちょっと考えてみてくださいはいそれではやっていきましょうまずこういう値が1とマイナス1の2つであるということはわかりますこれについては省略しますので、えーまあ、確認してください で、固有値の重複度 M1 は2になります。はい。ですから、M1 が2で M2 が、M-1 が,が1ということですね。M-1 が1ということで2、2たす1で3というふうになっているということですね。で、V1 なんですけども、V1 は、これをですね、あの基本変形して飛躍階段行列にすると、こういうふうになりますと。 ということで、えー、V1 の規定としてはですね、今、え、は、ーまあ、1次元で11-1が取れると。まあ、マイナス1マイナス1でもいいですけども、が取れると。で、えっと、V マイナス1の方ですね、V マイナス1の方は、あこういうふうに101010となりますので、これは、まあ、Y 座標は0。第2セーブは0で、えーまあ、x z イコール0ですから、マイナス101というのが規定になると。 一応、まあ、あの、こういう値合っていることを確かめると、1、1、マイナス1やるとですね、1列目、2列目足して3列目引けばいいわけですから、1、1、マイナス1ということで合ってますね。それから、マイナス、1、0、1は1列目のマイナス1倍と2列目を足しますから、1、0、マイナス1で合ってますね。これ、マイナス1倍になってますね。はい。ということで、まあ、こういう値、こういうベクトルが求められました。 で、ここで V1 と V-1 の和空間の次元なんですけども、これは当然2次元ですよね。1次元1次元しかなくて、まあ、一次独立なんで、はい。ここは1 2次元ですね。ということはですね、はい。対角化っていうのはそもそも固有ベクトルで規定を構成したいんですけども、固有ベクトルたちを全部総結集した結果がですね、V1 たす V-1 なわけですよね。だって固有値は1と -1 しかないと。 それぞれの固有空間を全部合わせたものが、足したものが、これが固有ベクトルの全てであると。こう言えるわけですよね。それ以外に固有ベクトルないですよね。ということなんで、まあ、固,有固有ベクトルで規定を構成したいけれども、残念ながら構成できないと。できないですよね。3次元ないといけないんですけど、2次元しかないですよね。ということは固有空間の全体が2次元ということで構成できないということはどういうことですか でできなないいんじゃないのっていうことですねつまり対角化可能性についての詳細はまあ述しますけどもこの例では対角化がまあできない例なんです実はねはいということでこういう位置が2つしかないから対角化できないのではないということに注意してくださいあそうかこういう位置があの20回を持っていれば、えー、M ラムダが2のものとかがあれば対角化できないんだと思いがちですけどもそれは大きな間違いです、まあ、典型的なのはこれですね 対角行列。1、1、-1 を成分に持つ対角行列考えると、これもう対角化されてますから。対角化されてるものは対角化可能です。なぜなら、規定行列として標準規定を取ればいい。ね、単位行列を取ればいいわけですね。ということで、小一が2つしかないから対角化できないっていうのは大きな間違いで、小一が確かに2つしかないときは、あの、対角化できないことがあるんですけども、 二つあるから対角化できないんじゃないということですね。この違いをきちっと理解するというのは非常にこの対角化可能性判定後半の方の話の重要なポイントになります。はい、ここが分かるか分からないかが目山ですね。ということで、固有値が重複度を持っていても対角化できる場合とできない場合があるということでした。はい、それでは例題3ですね。えー 行列 A、ちょっと数字が大きいですけど、これらのこういう空間の規定を求めよう。またこういう空間の和空間の次元を求めて、対角化について考察せようということですね。はい、それではちょっとこれ考えてみてください。はい、それでは解説していきましょう。まずこういう値なんですけども、こういう値は1と -1 の2つで、まあ、あの、 1> 重複度1の超複度は2であると。これさっきと一緒ですね。はい、で、V1 なんですけども、えこうい1、1のこういう空間なんですが、A-E3 っていうのは、この16-4が全部、この定数倍になっていて、ランク1になっていますね。はい。16-4の後は全部0というふうになっています。ということなんで、こういう空間の次元は、これランク1ですから、こういう空間の次元は2と。3-1の2ということで、規定として、-6、1、0と、40、1を持つと。 ここういういとがわかります同様に V-1 は,はこういう A プラス E ですけれどもこれはこういうふうになりますということでこれは次元が1でえ規定マイナス1、1を持つということですね、はい、一応まああの顕算は本当はすべきなんですけども、まあ、ここで省きますけども検算しておいてくださいねはいということでこれ2つの空間和空間はこれ次元は3になっているということでこれ対角ができますね、えー、P として この3つのベクトル、これとこれとこれを並べて考えると、これは、これそれぞれ1、1、-1 のこういうベクトルですから、p マス AP は1、1、-1 と、こういうふうになるわけですね。ということで、まあ、高一値、これ2つだけの対角ができる、まあ、さっきはあの対角行列だったんで、なんか、うーんって感じだったかもしれないけども、これはもうはっきり、なんか、見かけ上対角行列ではないけれども、こう値が2つしかなくて、長複度2のものがあるけれども、 ちゃんと対角ができる場合もあるとこういうことですね。ということでこういう例もあるということでした。はいそれではこういう空間例題4ですね。こういうベクトルの一時独立性について確認していきたいと思います。まあ、以下を示せということで2つのベクトルに関して違う異なるこういう値に対するこういうベクトルは一時独立であると。もちろん0でないベクトルですけどもこれを示せということですね。 はい、それではちょっとやってみてください。はいそれでは解説していきましょう。えっと一次独立であることを示すにはどうしたらいいかというと CV+DW=0 というふうにおいて、はい、目標は何か言ったら目標は C と D が両方ともゼロということを示すということですね。はい で、えっと、今、仮定であることを使おうと思うと、この vw は固有ベクトルということを使うなしゃあないので、まあ、することはもう一つしかないですね。することはそれしかないっていうことで、a をかけるわけですね。両辺に a をかけると。そうするとどうなりますかと。まあ、もちろん仮定としては、v はい一ラムダの、w はミューの固有ううベクトルなんで、こういうふうになこの1にこれかけた式を書いてください。っていうことですね。はい、どうなりますかと言っこういうふうになりますね。 はい。V のところがラムダ倍され、W のところが μ 倍されると。これも0ですね、当然ね。まあ、A、A×0 は0ですから0ですね。はい。ということで、この2つの1と2の等式があるんですけども、この2つ、1の、1、2の等式見るとですね、はい、ラムダと μ が違うので、まあ、これあの、同じ方程式じゃないですよね。ということなんで、この 1×μ から2を引くと、C 倍の μ 引くラムダ V equals 0で、μ とラムダは違うんで、 cv コール0と。で、ここで v が0でないってことを使うと c イコール0ということで、えー、まあ同様に d イコール0も言えて一時独立性が示されたと。こういうことですね。はい。それではもうちょっと一般の場合ですね。えー、n 個の場合に考えてみましょう。以下を示せということで、m 個のまあ個位置に対して、m 個の固有ベクトル、異なる個位置に対して、その固有ベクトルは 一時独立だということを示しなさいあ証明の方針はさっきと一緒ですね。はい、それではちょっと考えてみてください。はい、それではやっていきましょう。えっと、C を、まあ、C1 から Cm という m ベクトル数値として、まあ、それを成分とする係数ベクトル C で考えてもいいんですけども。 SC ですね、えー。この形式的行ベクトルと考えた S と C との積、つまりこう一時結合が0と置きましょうと。まあ、あの、こっちは別に、まあ、無視してもいいんですけども、一応これだけでも十分。で、えっと、両辺に配動、はい、しますか。はい、さっきと同じですね。えー、A をかけると。ただし、A1 回かけただけではですね、あの、え今回 M 変数なので、2つしか式が出てこないので困るんですね。M 超入ります。ということで、えっと、まあ、な、 最初のこの式と合わせて m をいうことは a の m-1 乗までかけるとはあかんわけですね。そうすると結果として、えーっとまあ、この c1v1 から cmvm っていうのはまあ一応別途の k だと思ってやると、まあ、この最初の式はこれを全部 11...1 っていうのをこう全部かけるつまりこれ足すこれ足すこれっていうのは0っていう等式ですね。で次、a をかけるとこれがラムダ1、ラムダ2、ラムダ m これらにラムダ1、これとラムダ2、これラムダ M かけて足したものイコール0という式になります。ということなんで、結果的にですね、このこういうふうに、これは今書いた行列ですね、1ラムダ1、ラムダ2、点点点ラムダ M、ラムダ1の、J が2の時は1乗ですね、3の時はこ2乗ということで、こういうふうな、 で最後は、ラムダ1の m-1 乗の、ラムダ m の m-1 乗と、こういうふうな行列が出てきます。この行列かけ、t かけるこういう行列が、0、0、0。全部、あの、1列目から m 列目まで、全部0、0ベクトルと、こういうふうな等式になるんですね。はい。で、ここでですね、x の行列式っていうのはどういうふうになるかというとですね、こういうふうなんですね。これはファンデルモンドの、ファンデルモンドの行列式というふうに言われてるやつで、まあ、前期行列式のところで多分やったと思うんですけども、 はい。まあ、i が j より大きいものすべての組にわたって、ラムダ i ひくラムダ j と。もちろんこれは、あの、1以上 m 以下と、こういうことですけども、ちろん正確に書くと、こういうことですけども、こういう範囲の、だから、21とか31とか32とか41とか42とか43とかこういうの全部やってますね。はい。の席になるということなんですね。ということは、ラムダ i、ラムダ j が全部互いに異なっていれば、この席は絶対0にはならないわけですね。ということなんで、えー、これは、 x の行列式が0ではないと。ということは、x インバースが存在するんで、これ右から x インバースをかけるとですね、t は000。つまり、このベクトルは0 0 0 0ゼロというふうになりますので、各ベクトルが0でないということを使って、この数係数が全て0ということが出てくるので、s は一時独立ということで、証明が終わりましたと。はい、ということで、前編は以上となります。